新生キンプリの課題、メンバー不足と番組のジレンマ、グループのバラエティ要素減少、新曲、何者、で性質比較。個性際立たせが求められる。キングピンス以下、キンプリ、の平野紫耀、岸ユ太、タ、神宮寺優太の脱退により、グループは大きな変革を迎えました。 以前は6人組で活動していたが、岩橋玄樹の脱退後、再出発を果たしました。しかし、新生金プリが抱える課題が浮き彫りになってきています。特に、テレビ関係者たちはグループのバラエティ要素の減少、都心番組、筋トレの問題点に注目しています。新生金プリのジレンマ、もともと キンプリは6人組として活動しており、その活気ある雰囲気がファンに支持されていました。しかし、平野や死といった天然キャラの脱退により、グループ内のバラエティ要素が極端に薄れてしまったという指摘があります。これは視聴者との親しみやすいコミュニケーションが減少し、キンプリのファンにとっては大きな喪失となったようです。テレビ業界関係者は、 特に大人数のボーイズグループが増えている中、5人というのはテレビ的にもバランスが取れていた、と評価しています。この点で新生金プリが抱える課題は明らかです。一方で高橋山と長瀬角が俳優としての活動の場を広げていることはプラス要素ですが、グループの個性やキャラクターの差異が不足しているという意見も浮上しています。 声の似ているドゥオ近畿キズとの比較。さらに、新曲、何者のリリースを控える新生キンプリに対し、ジャニーズ事務所の先輩ドゥオ近畿キズとの比較が行われています。何者を聞いた、ところ流瀬と高橋の性質はあまりに似てよりドゥオとしての魅力が薄いとの指摘がありました。近畿キズの場合、道本剛と道本孝一のキャラクターと歌声の異なりが、 彼らのハーモニーを際立たせています。この点で、新生金プリは個性の打ち出し不足とされ、今後はそれぞれの個性をより際立たせる必要があるとの見方が広がっています。新番組、金トレのジレンマ。新生金プリは、7月1日から放送がスタートした新番組、金トレにおいてもジレンマを抱えています。以前の番組、 キングプリンスルから引き続き高橋と長瀬が二人で番組を進行しています。しかし番組進行上の都合やメンバーの力量の不足から他の出演者たちが補助的な役割を果たすことが指摘されています。特に番組進行においてはメンバーが仕切る力を培う必要がありますが、 補助的な役割が多いとその成長が妨げられる可能性があります。また、キントレがキングプリンスルと同じ時間帯で放送されていることは評価されつつもゴールデンタイムへの昇格は難しいとの見方が広がっています。結論、新生キンプリはメンバーの脱退によりグループ全体のバラエティ要素や個性に課題を抱えています。特に、 テレビ業界では5人組としての金プリのバランスが良かったとされ、それが失われたことでグループの魅力が減少したとの指摘があります。また、新曲のリリースや新番組の進行においても、性質の類似や番組進行上のジレンマが浮き彫りになっています。 一方で俳優としての活動の場を広げるなどメンバーそれぞれが個別に成長している点は評価されています。新生キンプリにはこれからの活動でグループとしての新たな魅力を見せるために個々の個性を際立たせる取り組みが求められています。ファンや業界関係者は彼らの成長とともに新たなキンプリの魅力がどのように開花するかを注視していることでしょう。